に続けるか。羽生結弦、優勝を狙うラフマニノフ、パガニーニの主題による狂詩曲。もういいジャンプです。降りてからもきちんとポーズを取れてますよね。トリプルルッツ、そしてダブルトーループ、手を上げてバランスを取る、難しいんですけどよくコントロールしてますね、はい、これはプラス2ですね。からがフリップなんですがね、フリップはちょっと意識しているところありますからね、よく持ちこたえましたけど、ちょっとエッジも変わっているかもしれませんね。何度かロングエッジを取られているフリップです。フライングシット非常にいいスピンです。トリプルループ、うん、頑張りましたね。頑張りました。後半の苦しいところです。このトリプルルッツはよくコントロールしてます。柔軟性があります。シャルプからトリプルトーループ、ジャンプはあと一つ。イーグルからのダブルアクセル、素晴らしいスピンですね。日本羽生結弦、世界を驚かす15歳。最後の、それと比較すると彼の方が柔らかい。ポイントどうか。おお、素晴らしいです、ね、いや今羽生もそして阿部コーチ、あー抱き合いました。いやーやっぱり素晴らしかったですね。